こんにちは、お肉です。今回はクイーンダムの第9話の感想についての動画になります。今回はいろいろね、話したいことがありますので、ちょっと皆さんの感想も聞いてみたいので、最後まで見ていただけたら嬉しいなと思います。ということで、今回、ペンタスティッククイーンダムということで、ファンのためのステージということだったんですけど、も、まあ、それぞれすごい良かったし、まず、イダレだったんですけど、 あの、ファンとのやりとりもすごい良かったし、なんか、イダレの、あの、バタフライって曲私ね、知らなかったです。ごめんなさい。なんかイダレの曲の中でも、なんかすごい、私が知ってたのは、So w h a ととか、結構激しいような曲だったんですよ。だけど、あの、バタフライを聞いた時に、なんかわかりますかねなんか他のグループとまた違った空気が一気に流れたというか、本当にステージが神秘的だったし、美しかったし、あの、蝶々の様子とかもすごかったじゃないですか。 なんか蝶々みたいにしてさ、センターにもういだれがいるみたいな感じだったりとか、しかもあれって本当にね、ファンの方ともすごい思い入れがある曲っていうのを聞いたので、私的にはすごく良かったなとも思いましたし、なんかね、その高音確かに多かったんですけど、吐かないだけじゃないなっていうのが確かにすごく伝わってきたので、うん、すごくいいステージだったと思いました。そしてアザを作ってでもいいステージを見せようっていう感じがね、なんかもう熱かったね。もうこれぞクイーンダムって感じで、なんかちょっと うほんとしかも衣装とかも可愛かったし私はすごく好きなステージでしたそしてブレイブガールズが転んでもくじけないっていうもうあのね曲の前から泣きそうなんだよね最後でだと思って頑張るっていう感じでやってたんですけどあのガラスのね 靴とさ、その履いた自分とさ、すごい照らし合わせててすごい良かったと思ったし、あれがね、やっぱり1位だった理由っていうのは、私の中ではやっぱ分かりやすさだよね。今回、このペンタスティッククリンダムって、その、もちろん自分のファンとの交流だからさ、その自分のファンに分かればいいのかもしれないけど、やっぱり話として分かりやすいのは、 まあ、ブレイブガールズだったなっていうのをすごく感じましたね。で、まあその、イダレとかも良かったし、ウジュとかもさ、その見てわかるようなさ、そのわかります、豪華なステージだったじゃないですかっていうのもあったかなって思ったんですが、まあ、個人的にはやっぱりブレイブガールズが1位なのは、 うん、そのステージ作りっていうのもすごくうまかったなっていう風に、そのステージだけを見せたっていう感じじゃなかったかなっていう風に思ったのが良かったし、まあね、いろいろ言われてるとこもあるんですよ、同情誘うみたいな。だけど、やっぱり私はブレイブガールズにしかできないあのステージだったかなって思ったし、すごい泣けましたね。もうあのステージ見てめっちゃガンガン泣いてたし、ヨルムちゃんのね、涙とかも結構美しいなって思ったら、街でみんな泣いてて、いや、あれはね、泣いちゃうわってさすがに思ったし、 なんかね、あの笑顔になるまでどれだけね悲しいんだかっていうのを言ってた子がいて、それがめちゃくちゃ来て。 なんか本当に「ブレイブガールズ」って逆走してるって言われてるんですけどチャートも逆走して、まあ、最後にね1位になるっていうそのかっこよさを見せてくれたなと思ったしなんかヒョリンさんがパフォーマンスもだけど真心をね込めたっていうのが伝わってたよねみたいなこと言っててなんかやっぱりもうさうまさってさやっぱヒョリンさん上手いじゃないですかどう考えてもさ。 新人とか他のアイドルに比べたら難しいんですよ。だってグループじゃないしさ、もともとヒョリンさんもグループだけど、まあ、今さ、ソロでやってるわけだし、すごくレベルの差っていうか、やっぱりこのステージをどう作るかっていうところがすごい明暗分けたかなと思ったし、ヒョリンさんはね、帽子もらえるのすごいよね。だからファン思いやなってめっちゃ 感じますねやっぱり自分がソロになってすぐにステージにそのいっぱい立てなかったみたいな感じだったからやっぱりファンのことをすごい思ってるのが伝わったしバスキンをしてたと思うんですけどバスキンでもあのノルディの帽子上げてたじゃないですかサインして。 すごいよね。もう、ああいうところから愛の深さも本当に感じたし、なんか曲をね、どっちにしようか選んでる時に、なんかあの、たまたまバスキン見に来てたみたいなおじさんが、ね、2曲目の方がいいよみたいに言ってたじゃないですか。やっぱでも、ああいう、その、一般人というか、観客ってさ、みんながヒョリンさんのファンではないわけだから、そういうの見て、ヒョリンさんの曲のどっちがいいよみたいな選んでるのいいなって思ったし、んなんかあの、ファンのね、ダンサーのヘリムちゃんだっけヘリムちゃんと一緒に踊るってやつだったんだけど、 良かったと思うわ、個人的には。っていうか、全然今までのステージと、その、なんてうの大差ないというか、その本人は3個用意して大変だったって言ってたと思うんですけど、3個用意してあれってやばくないってめっちゃ思いましたね。だって、他のグループではさ、1つだけの人もいるわけじゃないですか。1つか大体2つっていう感じだと思うんですよ。だけど、ヒョリんさんは3つっていう時点で、もう超大変、むしろソロだしさ、 もうすごく用意するものもあったと思うんですけど、そういうのを抜きにしても普通にめっちゃ良かったって個人的に思ったし、その最初の電車の流れから。 なんかそのファンと会ってさ、そのベイビーチにさ、招待してさ、みたいなところ、めっちゃ良かったし、実力も歌とかが、ま半端なかったから、ちょっと、うんって思っちゃったなとは思いました、順位が。でも今回は、順位が厳しいんですよ、本当に。もうどれも良かったの、正直。だから、なんかその大差がないっていうか、そのどういう観点で見るかだけだなって思った。なんかコンセプトだったりさ、なんか自分のファンだけに向けてるかどうかとかさ、そういうなんか迫力のあるステージなのかとか、どこを を見て選ぶかによって本当に違うだけなので、なんかメンバーたちも自分の隠した選びづらいなって思ったし、うん、だしボナちゃんとねユジンちゃんのとこもめっちゃ良かった。はい。でブブゴルさんめっちゃすごいなって思ったのが、やっぱ自分たちがさギリギリじゃん。ま確かにヒョリンさんとの差は結構あるからそれで埋まんないかもしれないけど、そこでやっぱヒョリンさんを選ぶっていうなんか良さを感じた。やっぱり上もね私選んだ方がいいと思うんだよね。別に選ばなくてもいいんですけど、その今回のとで,で言ったらねそのバトルだし。だけど。 上を選ぶ形式にしてもよかったかなってめちゃめちゃ思いましたやっぱり曲が少ないグループはすごく、うん、不利だったかなっていう風に感じちゃったんでなんかケプラの時も辛かったしケプラはその格上がブブゴルだったんですけどなんていい子なのマジで思いませんでしたビビジがさそのマシロちゃんの話うまいねって言ってたんですけど、まあ、日本人であそこまで話せるのもすごいけどしっかりその理由を話せてたじゃないですか もう最高だったよ、本当に。もうなんか。 自分たちも相当辛いというか別に上の方にいるって言うわけじゃないじゃないですか今。なのにそうやってブブゴル先輩のことすごい考えてて素敵だったし、ヒョリンさんはね、格下がビビジだったんですけど、ヒョリンさんの格下だから認めるみたいな感じで言っててすごいビビジの雰囲気良かったなと思ったし、キムリップさんがねなんかヒョリンさんを牽制するって意見を聞いた時に、なんかちゃんと評価して意見を出そうみたいなこと言ってたのがすごくかっこよかったなっていう風に思って、そうですね。やっぱちゃんとステージを見て選ぶっていう感じのやっぱ ミリプちゃんかっこよかったね。そのなんかまとめてたなと思いました。でね。いだれがなんかそのビビジを選んだ時になんか順番が違ったんじゃないか、みたいな意見があったと思うんですよね。あの最初の？ ヨジャチンクの曲をやった時の方がペンタスティックななんじゃないかっていうのを言われててで今回このちょっと明るい曲でどうなんだろうっていうこの順番で言われてたんですけどシンビさんがさ予ンとして出たならそれが正解かもしれないけどでも予ンじゃなくて今はビビジとして出てるからこの順番で私は間違ってないっていうふうにはっきり言ってたじゃないですかかっこよすぎません私マジでシンビささんにもうにら惚れてめっちゃ めっちゃ良かったなと思った。ああいう風にはっきり言えるかっこよさってすごく素敵だなと思ったし、うん、ビビズの格ブブゴルだったんですけど、やっぱり余韻が残ったのも本当にそうだなって思ったし、隠したいだれだったんですけど、やっぱインパクトっていう面で考えたらそうなるのかなって思って、まあ、やっぱそこの視点ですよね、うん。で、そっからね、すべてブブゴルさんが1位を取ったんですけど、うん、やっぱね、かっこよすぎたね。本当に今回のステージは。もうどこも良かったのは間違いないんですよ。だけど やっぱりコンセプトっていうのもあるし。 ヨリンさんんがすごい下だっっったたのもうん、ってなったし私はケプラちゃんの下っていうのをむ難しいなと思ったんですよ。やっぱりケプラちゃんって曲数が多くないからさ、この曲をやるっていうのどうなのって言われてた時も、やっぱ自分たちで消化してたっていうか、その自分たちもいろんな曲やりたいけど、でもそんなに曲がないからみたいなこと言ってて、なんかね、本当にいろいろモヤモヤしたって言ったらあれだけど、考えさせられる今回のファンタスティッククイーンダムだったので、ちょっと皆さんのね、感想も聞いてみたいなと思いましたんで、ちょっと素直な感想コメント で聞かせてくださいそんな感じでこれからもクイーンダムについてたくさん取り上げていくのでよろしくお願いしますはいそんな感じで本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画も見てくださいそれではバイバイ